ばんは。12月7日木曜日、時計の針は夕方6時になっています。今日も夕刊 TV スタートです。キャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は朝日がすごく幻想的だったんですけども、毎日ここ読谷村の地域振興センター3階から見る朝日ももちろん綺麗なんですが、夕日もすごく綺麗なんですよね。どちらも楽しむことができる、そしてどちらも、まあ、見ることができるというのは、もしかしてこの読谷村の中では一番ここが綺麗なのかもしれません。よかったらね、また3階などにも見学に来ていただきたいと思います。さあ、そんな中、冬空を迎えておりますここ沖縄県ですけれども、気温も毎日20度を下回る、そんな気温の低さとなっており、肌寒いとか合言葉に寒いねという方々も増えているようです。さあ、どうぞこれから年末になりますので、お風邪など気をつけてください。さあ、それでは今日も夕刊 TV、 まず今日のラインナップからご紹介いたします。今日の一番ニュース、ユンタンジャ出番ですよ、株式会社シナジープラス。夕刊読みラジ、美味しさ抜群パン屋水苑、FM 読谷インフォメーション、AU ショップ読谷からのお知らせ、その他の話題をご紹介してまいります。それでは早速まいりましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。ユンタンジャ出番ですよ、株式会社シナジープラス。さあ、先日ユンタンジャ出番ですよにご出演いただきました亀島代表。さあ、先日は初恋クロマニオの比嘉健吾さんの、番組でもあります、一飯だったと思うんですけどね、こちらにもご出演されてましたね。さあ、いろんな紹介、相続にちなんだ話題などを月に一度ご出演いただいております。それでは振り返ってご紹介しましょう。 VTR スタート。今日はね、そんな、本当に朝からね、すでにもう長官も賑わしているような感じでございますけども、タイムス、沖縄タイムスの副読してありますタイムス住宅新聞、その見開きに、ずっと今年掲載されております、今日から始める相続計画、今日はパート9ということで9回目になっておりますが、そちらの方のお話を伺っていきたいと思います。もしお手元に、タイムズをお取りの方はね、ぜひ、タイムズ自宅新聞、副読紙、ご覧になりながら、今日はねちょっと学んでもらいたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そしてもし新聞がない方ね、ラジオとそしてインターネットでも映像を交えながらお届けしておりますので、そちらの方でも、録画もホームしておりますからね、後ほど、ご覧になっていただければ、学べるものがたくさんありますので、よろしくお願いいたします。またホームページも、タイムズ住宅新聞のホームページにもね掲載されておりますので、そちらの方も合わせてご覧になってください。さあ、それでは亀島さん、早速なんですけども、はい、今日は先週お話ししました家族信託、はい、あの家族信託のなんか実例集みたいなもので掲載されておりましたね。そうですね、はい、家族信託って、うん、まあ、最近結構ねいろいろ、まあ、本なり記事なりって書かれてるんですけど、やはり皆さん多分読むだけではなんとなくっていうところがあると思うんですね。で、我々の方はこの信託の方はやっぱもう 4,5 年前から取り組んでおりまして、はい、うん、でその中でも実例的に実際やっぱ年間、まあ、6件から7件ほどやってるので、その実例をちょっと簡単にね、うん、もう分かりやすくちょっと今回記事に書いて、こういうパターンがあるんですよっていうことをちょっと気づいていただければなというところで書いてます、うん。まあ、本当に、まあ、先週お話を伺って、まあ、家族信託、はい、今までだったらその、信託っていう言葉自体はちょっと遠い離れた存在で、なんか、お金持ってるとか、 なんか株を買ったりとか、 なんかお金を預けて、ね、なんか儲かるためのものとか、はいはい、金ある人いいなみたいな思ってたぐらいなんですけど、そうですね、はい、これが家族信託結構こうね、身近になってきたというね。そうですね、信託業法のまあ改正というところで、今までやっぱ前もちょっとお話した信託免許持ってる人がしかこの財産を預かることできなかったのが、まあ、個人間でもできるようにしましょうっていう改正の中で出てきた制度なんです ね、ね。でやっぱ信託、まあ、ご家族間、まあ、お父さんが長男に委託する、任せるよっていうところがやっぱり味噌になる、はい、ねですね、そういう、はい、ね、まあ、簡単にこうおさらいという感じになりますけども、今お話のように、お父さんが息子に今持ってる財産を一応名義を預けるみたいな形になって、で、そのままお父さんは、生きてる間って言ったらおかしいですけど、うん、そのまま今のような収益をそのまま得られるというね。そうですね、で、はい、お亡くなりになったお父さんがお亡くなりになった場合はもう自動的に息子さんになっちゃうから、そうですね、名義はもうそのままで、ね、そこが出てくる利益や権利というのはそうです、きれいに分配できるような形ですね、うん、そういう約束事が作れるということでね、はい、お話がありましたので、これはいいものだなと、うん、これは本当にもう知ってる人と知らない人では、先月の番組を聞かなかった
って人は本当に損だなと思いますけど、ユンタンジャテ版ですよ、録画でぜひご覧になっていただきたいと思います、うんうんうん、もしくは新聞の方ね、はい、その、より詳しい内容を今日はまたね、そうですね、実例を、はい、上げながら、お話していくということで、新聞の方に、ね、5つの事例が入っておりましたね、そうですね、ちょっと、軽くその辺を、ご紹介してもらいたいなと思うんですけど、はい、まずいや1番目の、はい、ところからと順にちょっとお願いしていいですか、はい、はい、1番目は、資産管理型の信託、うん、っていうことで今回書いています、はい、財産を管理する、そうですね、はい、財産を管理する、うん、まあ、この資産管理型の特徴としては、はい、一番分かりやすいのがやっぱ認知症対策、あ、第優先で ね、はいはいはい、でこれもやっぱりいろいろ不動産や現預金も含めてあるお父さんが、うん、まあ、ちょっと今後管理に不安を覚えてると、うんうん、はいはい、であれば今のうちにこの今の財産を受託者っていう長男にお願いねって信託契約をすると、実際不動産であれば名義がご長男さんに名義変わって、ただ自分が生きてる間はこの元々の利益っていうのは自分がそのまま使ったり利用したりするよっていうところをやります、まあ、これがまあ先週そうですね話した、もう本当に家族信託という部分のシンプルな、そうです、もう一番こうメジャーな部分ですね、そうですね、これをまず知っておかないと次のアレンジがどうなるのかっていう、ね、これが基本ですね、でしたね、なんかカスタマイズができるとかいう話を、ね、できます、もういろんなことできるので、ね、はい、もうね、相続のお話というのは、ほとんど多分わからない方の方が多いんじゃないかと思うんですけども、またね、新しく、時代とともに変わっていくこういった相続の問題など、ぜひね皆さんにも身近に感じていただきたいと思います、シナジープラスの方は月に一度、またね沖縄タイムスさんの、また掲載誌の方にまた皆さんもご覧いただいて、そしてまたユンタンジャ出番ですよで振り返ってご覧ください。以上今日の一番ニュースでした。ニューカン TV、 琉球新報先読みニュース、このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。明日の地方面ご紹介いたします。最高年齢団員は102歳、 GGB 演舞団デビュー公演大盛況、こちらの話題ご紹介いたします。さあ一体何でしょうか。うるま市の話題です。平均年齢80歳の演舞団 GGB 具志川厚生園じいちゃんばあちゃん演舞団、この具志川厚生園じいちゃんばあちゃんで GGB だそうです。6日うるま市役所で初公演を行いデビューを果たしたそうです。今年の4月同市内の介護老人福祉施設具志川厚生園の利用者で結成された初の園外公演には65歳から102歳までの約20人が出演。駆けつけた観客はキラキラした手作りうちわを振ったり民謡を一緒に歌ったりと大盛況で幕を閉じました。平均年齢が80歳。結成のきっかけは小浜島のアイドル小浜島ばあちゃん合唱団 KGB48 うちも負けてらへんとの声が上がり、週1回で民謡を練習しまた四つ竹などを練習してメンバーで演舞団を組織しGGB 演舞団として命名、今後は年1回の公演を続けていくということです。 GGB センターの担う最年長の山田和子さん102歳は曲がかかる前から体が動き始めていた、楽しかったかどうかの問いにそうねわからんとちゃめっけたっぷりに答え会場を沸かせていたということです。わからんというところがね正直ですよね。楽しかったとかね言ってくれればいいんですけれども素直ですよね。はい、読谷村でも皆さんいかがでしょうか。読谷なんか GGB みたいな感じで読谷の YM なんとかとかいう感じでね、もしなんか興味がある方はぜひ社会福祉センターの方にでも行っていただければきっと、村内の介護施設の皆さんたちをね集めればすごいものができるんじゃないかと思います。歌っているのか踊っているのか、まあ、それもね、見ている方に自由に選択していただくっていうのもいいんじゃないでしょうかね、こういった元気な方々がもっともっとこれからね沖縄を代表として頑張ってくださるのではないかと思います。さあ写真いっぱいにデビューした平均年齢80歳超えの GGB の皆さんのお写真が
掲載されていますので、明日の地方面はとっても楽しみとなりそうです。さあ続いての話題です。移動用販売ボックスを導入、八重山商業高校商工、実践的な販売力を磨く、こちらの話題です。八重山商工高校が郊外での販売実習にも利用可能な移動販売ボックス、こちらを県内で初めて導入。1日同校で商業科の生徒や教職員が参加し、お披露目会が開かれ、創造性や実践的な販売力の向上を図ることが目的で、今後生徒たちが活用方法を考えていくということです。さあこちらは軽トラックの荷台部分に乗せることで移動販売が可能となる、またボックスとなっていて、これをまたモットーにですね、このお披露目会ではボックスを利用してマフィンが販売されたということをきっかけに、郊外でも活用でき、これから先地域の方たちとのつながりの強化や、また接客や販売の勉強を頑張っていきたいと子どもたちも言っています。校長先生は専門校で学んでいる皆さんが、これを新たな武器を手に入れたのかと思う、積極的に参加してほしいと書かれています。そうなんです、やっぱり子どもたちが卒業してすぐにアルバイトや就職をした際に接客機能がね、少しでも備わっていると、随分と大人になった時にまた生きていきやすいのかもしれませんね。こういったことを学生の頃から身につけるいいチャンスになっていると思います。さあたくさんの話題をご紹介いたしましたが、明日の地方面ぜひ皆さんお楽しみに。以上、琉球新報先読みでした。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうたん TV FM 読みたんインフォメーション。さて今日の話題です。 au ショップ読みたん、12月9日土曜日、10日日曜日イベント開催のお知らせです。さあ au ショップ、皆さんもね、定期的に行かれている方も多いと思います。機種変更だったり、またね、プランなどを変更したり、さあ今回おすすめの情報があるということです。まあ、週末に向けてのイベントということです。それでは早速 VTR スタート。 au ショップ読谷、毎度おなじみの千奈です。 au ショップ読谷店、新人の伊波です。この度12月9日10日でイベントを行います。イベント期間中にご制約いただきますと、年末お掃除家電が抽選で当たります。さらにご来場いただいたお客様に揚げパンもご用意しております。イベント期間中の2日間は琉球銀行様で駐車場をお借りしておりますので、ご来店の際はそちらの駐車場をご利用ください。皆様のご来店お待ちしております。お待ちしております。はい、素敵な笑顔のお二方、そしてまた他のスタッフも、ね、たくさんいらっしゃいますので、ぜひ最大キャッシュバック7万円ということですから、ぜひ週末お出かけください。以上、FM 読谷インフォメーションでした。ゆうかん TV。 続いてはとことん読谷、しっとこ読谷、最初の話題です。村内情報、ユンタンザン花ウイミニ展示会のお知らせです。さあ今週日曜日、12月10日日曜日、こちらユンタンザン花ウイミニ展示会が行われます。場所は伝統工芸センターにて、朝9時から夕方5時まで、こちらは着物やまた帯、小物などの販売があります。また重ねてコースターの体験などもありまして、こちらの受付は夕方4時まで、なんと先着50名様に素敵な素品プレゼントしてくださるそうです。入場は無料となっていますので、ぜひ皆さん、お出かけください。さあ続いての話題です。今年も開催されます、第6回ユンタンザン、あ、読谷村ですね、こちらは読谷村山芋スーブチャンピオン大会のお知らせです。さあまず各アザの山芋スーブ開催日程からご紹介いたします。12月17日日曜日、瀬那覇、木那、渡慶市、波平、長浜、古源、宇佐、伊良美那、比謝、儀間、祖部、高志穂でまず各自治会で、ね、行われます。その後12月18日月曜日は大湾、19日火曜日は大木、20日水曜日はザキミ、22日が戸口となっています。
さあそして各自治会のチャンピオンの方々の山芋が審査され、チャンピオンを決める読谷村1位を決めるイベントが第6回読谷村山芋スープチャンピオン大会となります。スープというのはスープではなくて勝負ということをね、皆さんはご存知だと思いますが、観光客の方や県外の方はスープだと思っていた方多いと思います。さあこちらのチャンピオン大会が12月24日日曜日朝9時、10時に審査開始となります。会場は JA 沖縄州出荷場にて行われます。参加申し込みは12月20日までとなっています。参加資格は重量が60キロ以上の山芋とするなど、詳しいお問い合わせ読谷村役場農業推進課982-9215までお願いいたします。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ、取材依頼なども募集しています。またこんなことを紹介してほしいという皆さんがいたら、写真や詳細などを添付の上 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp 以上とことんよみとんしっとこよみたんまで。ゆうかん TV よみたん夜あかりプロジェクト。さあ毎日お届けしておりますよみたん夜あかりプロジェクト。さあ今日の話題こちらです。よみたん夜あかりのインフォメーションをご紹介いたします。さあ86日間毎日開催されている夜のランタンステージ、本日木曜日の出演者ゴスペルシンガーソングライターの夏さんです。夜7時30分から約45分間となっています。場所は紫村園内中央ステージにて行われます。また出演者リストは読谷夜あかりプロジェクト公式ブログにて紹介されていますので、ぜひこちらもチェックの上お出かけください。さあ続いての話題です。さあスタンプラリー、皆さんもご存知のようにスタートしました。さあ今回このスタンプラリーの冊子、加盟店が106店舗、ガイドブックのラックの設置場所を今回皆さんにご紹介いたします。沖縄残波岬ロイヤルホテル、ホテル日光アリビラ、読谷村役場、シナジースクエア、読谷村地域振興センター、イオンタウン読谷スターバックス、マックスバリュー読谷店などなどで、こちらの詳細などのね、載った、冊子をもらうこともできます。そしてまた待機おすすめ商品を買ってスタンプを3個集めると豪華景品が当たりますので、ぜひ皆さん早めの、またねこのスタンプラリーの方も楽しんでください。以上でした。ゆうかん TV。 さあお届けしておりますゆうかん TV、 続いては読谷交通情報です。さああたりも真っ暗、そしてシナジースクエアの、明かりがとても綺麗ですけれどもね。さあ、現在、大湾交差点嘉手納那覇方面ですが、現在こちらは車は順調に流れているようです。さあしかし大湾交差点、前後左右がかなり、ラッシュとなって車混雑していると思いますので、皆さんしっかりと一旦停止など、そして早めのウインカーのご協力よろしくお願いいたします。そして大湾交差点からイラミナキナ方面、こちらはかなり車渋滞しています。特にシナジースクエア、それからまた三栄大湾シティなどに右折する皆さんは早めのウインカーなどもよろしくお願いいたします。さあこの時間以外でラジオでも放送しています。平日朝7時30分から夕方5時45分からお届けしています。以上読谷交通情報でした。ゆうかん TV。 みんなのお天気希望。みんなのお天気希望のコーナーです。このコーナーは明日の皆さんの希望する天気をご紹介いたします。さあこれだけ寒くなってくるとちょっとポカポカ陽気を私は期待したいところですが、さあ今日の方々はどなたでしょう。 VTR スタート。ゆうかん TV をご覧の皆さんこんばんは。村谷です。ちょっと分かんなかったかな今で、本日の村谷のお仕事はですね、お天気希望となっております。お天気希望、村谷の希望するお天気は雪です。あの雪ですね、村谷ほらトナカイじゃないですか、冬大好きなんですよ。雪ね、沖縄にいると全然降らないんで、降ってほしいなと思いまして、村谷は雪を希望しております。
以上本日のお天気希望でした。ムラトニーでした。はい、激しさ満載のムラトニーでしたね。後ろの飾りがいつか取れるんじゃないかと思ってたんですけれども、さあムラトニーのあの被り物、定期的に洗ってるのかがちょっと気になる私なんですけどもね、いかがでしょうか。明日雪が降るといいですね。さあ続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報。まず天気概要からです。本島地方では、明日の明け方から北の風が強く吹き、沿岸の海域では波が高くなる見込みです。強風や高波には十分注意してください。また9日にかけて空気が乾燥する見込みですので、火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。続いて中南部のお天気です。北の風曇り、波は 1.5 メートルと、まあ、通常よりは穏やかな波となりそうですが、あさって以降は少し高くなるようです。さあ続いて今夜から明日の天気です。今夜も明日も曇りマークと出ていますね。しかし空気が皆さん乾燥しています。特に先ほどもご紹介しました火の元、火の取り扱い、特に強風が吹く際には火事にならないよう皆さんね、火の元、特にお出かけする際には十分お気をつけください。最後に読谷村に出ている警報注意報です。さあ現在警報は出ていないんですが、強風、そして波浪、乾燥注意報が出ています。さあこんな時は私たち人も動物も乾燥してきますので、少しねまたお風呂などもためて、またね少し体なども温めていただきながら、お風呂上がりには少しこうクリームなども体に塗って保湿をしっかりとしてくださいね。また乾燥注意報が出ているということは、皆さん風邪もひきやすくなっています。インフルエンザなども流行していますので、皆さん十分お気をつけください。以上天気予報でした。ゆうかん TV。 さあお届けしてまいりましたゆうかん TV、 最後にお知らせです。明日はゆうかん TV 機器メンテナンスのため番組はお休みとなります。しかし6時30分からは読谷大好き飲み歩きは通常放送いたしますので、そちらも皆さんいつもね楽しみにされている皆さん多いと思いますので、お楽しみください。さあお届けしてまいりましたゆうかん TV、 来週またこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また来週、さようなら。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほど、ばっかりでもないけど、生きていけばいくほど、人は知れば知るほど、人は好きになるのよ。そんなベルにも納得がなるほど、大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし、同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。僕らのレディオよ響け、晴れの日にも別れの時にも、いつもこの音が聞こえたら笑顔になれるのだから。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せ